マガジンチャンネルその方向性でプレゼンは頼んだぞ。俺は柳グループの会長と会食がある。社長お気をつけて俺、キ一チロ様のもとで働けてよかったですあの方からたくさん学べよはいこっちのスーツはクリーニングしときますんで。ありがとう、キシさん。会食も間に合いそうだよ。行ってきま 着替えてもらえますかクリーニングするんで。はい。さあ、急がないとな。それじゃあ、行ってきますあすあ三回目はさすがに、だるいっす。ねえ。会食はなんとか間に合ったものの、今日は散々だった。騎士さんの仕事を随分増やしてしまったな。はあ一つ聞きたいんだが、 俺の世話係は、大変か。はぁ。メイドを、増やそうユイパムでーす世話係のバイトに応募してきてくれてね。前職もメイドだと言うから、即採用した。メイドイット、秋葉二号店で働いてました騎士先輩、よろしくねー。はぁ、あ。 これで騎士さんの仕事の負担は減るはず。そして、無言でため息をつくこともなくなるはずだ。それじゃあ、軽く部屋を掃除してもらおうかな。二人でうまく分担して。ユイポム、お掃除は担当会でーす。ユイポム。あ、はあ。じゃあ私が。結局騎士さんの仕事になってしまった。それじゃあ、ユイポムさんは食事の用意を、 ユイポムー熱いお皿無理はぁ、あ。じゃあ、それも私が。ユイポム結局、騎士さんが全てやってしまっている。めちゃくちゃくつろいでいる。ここは、主人としてガツンと言わなければ。おい君やば。 こういう時にサポートしてもらうため君を雇っている。悪いが手を貸してくれないか。ユイポム停ージなんで、上がりまーすユイポムキシ <laughs> さんの負担を減らすはずが、ここまで何も変わっていない。誰でもいい手伝ってくれる誰かはい。うん、いや、誰かというのはキシさん以外のメイドのことで。<laughs> ふん<え>なんつうか、こんくらい私だけでできるんすけど。他のメイド、欲しいんすか本当は、騎士さんだけがいい。ユイポムは、まあ、自由にするといい。